アメリカ海軍原子力潜水艦が次々と日本の米軍基地に約2年半ぶりに寄港しているとの情報をキャッチしました。今回はこのアメリカ海軍原子力潜水艦事情を詳しく見ていきますね。中国やロシアの潜水艦事情を考えると海上自衛隊だけでは2022年の8月下旬にはアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦の日本の在日米軍基地への一時的な寄港が発生。まず長崎県の佐世保に16日、ついで神奈川県の横須賀に17日にそれぞれ別の艦艇が入港したと報じられた。佐世保では16日午前にわずか30分弱の入港の後にすぐに出港。横須賀では15日午後の入港後、2日後の17日午後には出港しており、いずれもアメリカ海軍のロスアンゼルス級原子力潜水艦であったことが確認されている。佐世保港に姿を現したのは、ロスアンゼルス級原子力潜水艦の34番艦にあたるシカゴであり、横須賀、港に姿を現したのは、同級の35番艦のキーウエストで、前者はハワイ、後者はグアムを母港としている艦艇の一つである。今回の入港の理由については、非常に短時間であった佐世保のシカゴのそれは人員移送だとされており、逆に2日にわたった横須賀のキーウエストは乗員の休養と物資の補給等とされ、若干の日数の相違を裏付けている。アメリカ海軍の原子力潜水艦の日本への相次ぐ寄港という事態の発生については、反対派が大きく声を上げるのかと思いきや、個人的には、今回は、そこまで、そうした動きを、インターネット等では目にせず、マスコミの扱いも少なかったように見える。まあ、こうした傾向は今回入港したのが、アメリカ海軍の原子力潜水艦とは、いえど、攻撃型であり、近年は核兵器の搭載は行われていない艦艇であることも大きいのかもしれないが、時代の変遷という要素も影響しているのではないかとも思える。さて、今回佐世保と横須賀に入港したロスアンゼルス級原子力潜水艦だが、1番艦のロスアンゼルスは1976年、最終の62番艦のシャイアンは、1996年に就役しており、アメリカ海軍の中でも、かなり、息の長い艦艇だと言える。ロスアンゼルス級は、同じ攻撃型に分類される潜水艦ではあるが、フライト1と呼称される4機の533ミリ、魚雷発射艦のみを主兵装とするものと、フライト2、および3と呼称されるこれに、12機の VLS を加えたタイプに大別することができる。ロスアンゼルス級のフライト1は、排水量が、最大で水上6165トン、水中7012トン、全長 109.73 メートル、全幅 10.1 メートル、喫水が 9.8 メートルの艦体に3万馬力を発生する原子力機関を搭載、水中の最大速度は、31ノットほどとされている。このフライト1は、1番艦、ロスアンゼルスから31番艦のホノルルまで全31隻が建造されたが、すでにこれらは全隻が退役済みであり、アメリカ海軍の主力攻撃型潜水艦は、残りのフライトに3へ後継のバージニア級に移行している。ちなみに、ロスアンゼルス級のフライト2、3は、排水量が、最大で水上6330トン、水中7177トン、全長 109.73 メートル、全幅 10.1 メートル、喫水が 9.75 メートルの艦体と、若干違いはありつつも、馬力や速度は、フライト1と同様である。フライト2、3も、
フライト1と同数の31隻が建造され、2022年時点では、このうちの4隻は、すでに退役を迎えており、現在就役中であるのは、残りの27隻となっているが、この状態は、今後もしばらくは継続されていくものと考えられる。ロスアンゼルス級原子力潜水艦は、フライト1から3までの合計で31隻が建造されていることは、これまでにも述べたが、これは、世界の原子力潜水艦で見ても、同型艦として、最多で、最も長期間にわたって運用されている潜水艦となっている。この後のアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦は、シールフ級がわずか3隻、最新のバージニア級も、現時点では28隻までの建造が計画されているが、いずれもロスアンゼルス級の建造数には遠く及ばず、その記録が更新されることはなさそうだ。さてロスアンゼルス級だが、一番艦のロスアンゼルスの建造が1972年に開始されたことで明らかなように、当時の旧ソ連との冷戦構造の真っ最中に企画された潜水艦であり、その当時の傭兵思想を色濃く反映した艦艇でもある。ロスアンゼルス級の開発のコンセプトには大きく2つの要素が求められており、1つ目はアメリカ海軍の原子力航空母艦を中心とする空母打撃群の護衛任務、2つ目は旧ソ連の巡航ミサイル搭載型の潜水艦への攻撃任務が挙げられる。旧ソ連の巡航ミサイル搭載型の潜水艦とは、長射程の対地及び対艦攻撃用の巡航ミサイルを搭載したもののことで、具体的にはゴルフ級、エコー2分の1級、ヤンキー級、オスカー級、ヤーセン級等のことを意識していたということができる。2022年の現在では、原子力潜水艦といえば、通常動力型に比して、強力な原子力推進を機関部に持つことから、水中の速力も、30ノット以上の高速力を発揮することが、大きな特徴に数えられるが、1950年代のアメリカ海軍では、初めはそれを考えてはいなかった。当時のアメリカ海軍においては、対峙すべき旧ソ連の原子力潜水艦の水中速度は、総じて遅いと判断しており、この判断に基づき、自軍の潜水艦でも、水中の速力は、25ノットもあれば十分だと考え、むしろ、速力より、静粛性に、重点を置いていたという。無論、こうした考え方には、アメリカ海軍内でも、異論があったが、1968年のベトナム戦争時に、同地に向かい、ハワイ沖を航行していた自軍初の原子力航空母艦、エンタープライズが、旧ソ連の原子力潜水艦の追尾を受けた事例で、この考えは一変する。ここで、旧ソ連のノベンバー型原子力潜水艦は、アメリカ海軍のエンタープライズを水中から26ノットに及ぶ高速で追尾したことが確認されたため、以後建造されたロスアンゼルス級では水中31ノットという高速性を持たせることとなったのだ。ロスアンゼルス級ではこの水中での高速度を達成するために、ゼネラルエレクトリック社製の新型の原子炉 S6 ギガを開発搭載しており、従来のスタージョン級が搭載していた原子炉の倍に相当する3万馬力を発揮するまでに出力を高めた。こうした経緯を経て建造されたロスアンゼルス級だが、初期型のフライト1では、前述したように、533ミリ、魚雷発射管を4門艦首に装備するのみの仕様であり、ここからは、MK48 丁魚雷に加え、ハープーンやトマホーク等の巡航ミサイルも運用は可能だった。しかし、フライト2以降からは、対地、対艦攻撃能力を飛躍的に向上させるため、艦隊の上部に、ミサイル専用の VLS、垂直発射管を12セル搭載する仕様に改められ、
現在は、ほぼ、対地攻撃用のトマホーク巡航の運用に特化させている状況である。このロサンゼルス級のフライト25の VLS 垂直発射管の12セル搭載は、最新型のバージニア級でも踏襲されており、今のアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦のスタンダードな仕様として完全に定着した感がある。なお、フライト2からフライト3への変更箇所としては、船舵の設置位置がセール部の側面から前方の艦首部に改められており、外観上でも大きな相違点となるため、フライト3は改めロスアンゼルス級と称されることも多い。